さて、あさって3月10日は一夜にして10万人の民間人が亡くなったとされる太平洋戦争の東京大空襲から74年の節目です空襲をめぐっては、いまだに被害の全容が解明されておらず、被害者への補償も実現していません見渡す限りのがれき、一夜にして破壊された東京の街並みです。 東京大空襲は太平洋戦争末期1945年3月10日未明のアメリカ軍による無差別爆撃で現在の江東区や墨田区など下町を中心に1665トンの焼夷弾が投下され10万人もの民間人が亡くなったとされています。<laughs> 被害が大きかった地域の一つ、台東区浅草では、今日から東京大空襲の資料を集めた企画展が始まりました。被害の状況を撮影した写真や、体験者が描いた絵など、精算な空襲のありのままを見て回ることができます。平和な世の中を築くためにも、この悲劇をね、 現実に見て、似合うと嫌だねというような会話ができるような場にね、えー、していきたいと思っています。アメリカ軍による空襲は終戦前夜まで続き、全国で合わせておよそ60万人が犠牲になったと推定されています。両親、姉二人、弟一人同居しておりました。あの父の弟の家族4人。 全部で9人がいっぺん亡くなりました。軍人や軍属の方たちには昭和28年からこういう保証が続いているということを伺っていますが私たちはずっとこういうふうにして70約4年間も待たされてきていますがなぜね本当にこの差別をされなきゃいけないのか。 昨日全国の空襲被害者らが集会を開き空襲被害の補償に向けた議員立法の早期実現を訴えました国は軍人や軍関係者らに戦後60兆円を超える補償を行っていますしかし空襲の被害について民間人への補償はなく 最後の戦後保障として超党派の国会議員連盟が立法の提案に向けて協議していますこの議員立法がやがて超党派の賛同によって成立をさせることができるその日を諦めずに私も目指してまいりたいと思っております立法のもとになる案では 空襲で負傷し障害が残る人に一時金50万円を支給することなどが盛り込まれていますしかし立法骨子の策定から1年半以上経った今も各党での調整がまとまらず国会に提出されていません 私たちの考え方を理解していただいて、我が党の中のコンセンサスを得るということのために、今、努力をしているところでありまして、その作業に時間がかかっておるということで、お詫びを申し上げる次第でございます。戦後70年以上が経ち、空襲や戦争の経験者が次々にこの世を去る中、一刻も早い保障の実現を望む声が高まっています。